Dumbass versus Integra。FF でも上りでこんだけトラクション稼げるのか。はえ、バッカじゃねえのこいつ。インテアルとターボの組み合わせは大正解だった。この車がもともと持っている抜群の運動能力に加えて、上りをグイグイと引っ張るこのトルク。さあついてこいよ。俺の仕掛けたトラップはもう始まっているんだ。東道塾のいやらしさを見せてやる。大輝の敵は俺が取る。さすがに走り込んでる。地元はすげえと思ったが、ようやくつかめてきたぜ、こいつのリズムが。いいドライバーだ。俺のラインとタイミングをうまくつかんでついてくる。だがそれが命取りだ。ぽっかりと口を開けた落とし穴がお前を待ってるぜ。落ちたブースト圧がまた立ち上がるまでのタイムラグを利用しやがった。青いな。ブレーキランプのフェイントは東道塾では日常茶飯事なんだ。クリーンにスピードを競うだけがバトルじゃない。敵のリズムを狂わせるための駆け引きを駆使するのが東道塾のバトルだ。勝つためにはいろんなテクニックがあるってことを覚えておいた方がいいぜ。逃がさねえぞ、絶対追いつく。しまった、リズムに乗せられて突っ込まされた。行くな、そっちじゃない。戻れ、戻ってくれ。よっしゃ、抜けた。なんだと。ブレーキングのフェイントでリズムを狂わせ、焦らせておいての二段構えのトラップだったんだ。あれを立て直すと。追いついてきてる。東道塾のメンツにかけても負けられない。何が何でもこのままゴールするぜ。頼むぜ B18C ターボ。
単独で走ればなんてことのないこのコーナーが、横に1台並ばれると走行ラインの制約でスピードがガタ落ちになる。エアピー以外にまさかこんな形で新しく低速コーナーが出現するとは。